こんにちは、片岡のぺえです。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。今日はね、ちょっと珍しく天体のお話をしてみたいと思います。皆さん、水星逆行ってご存知でしょうか？地球よりも太陽に近い位置にいる水星という星がありますね。この惑星が逆行する期間というのが年に 3,4 回あるんですね。この水星逆行の影響力というお話をしたいんですけれども、だからといって別に星のね動き方が逆回りを始めるわけではないんです。地球よりも太陽に近いから公転のコースが短いんですよね。だから短い分だけ時々年に 3,4 回だけ追い抜かされるような動きに見える時があるんです。だから逆回りしているように見える期間を、水星逆行期間というんですが、この時期なんですけれども、水星という星はそもそも思考や情報、コミュニケーションを司る星と言われています。この星が逆に動いているように見えるということで、思考、情報、コミュニケーションに関すること、人間関係や通信機器のトラブルというものが多くなる時期というふうに言われています。実は今まさにその水星逆行の真っただ中で、今回の逆行期間っていうのが5月30日から6月23日と言われていまして、この期間の間は地球から見て水星が逆に回ってる風に見える期間なんですよね。どうでしょうか、この5月30日からの期間で何かそういえばっていう思い当たるようなことがありませんでしょうか。具体的に水星逆行期間っていうのは一体どういうことが起こるのかって言いますと、例えば復縁、よく言われるんですね。旧友との再会とか、もうお別れした恋人ともう一度縁が結ばれるなどの復縁とか再会ということがあったり、あと連絡がうまく取れなくてすれ違いが起こるとか、予定の変更が行われる、スケジュールの移動がねたくさん行われたりとか、あるいは交通機関の乱れ、電車が遅れたり止まったりということが多いとかね、あと電子機器の不具合なんかもよくあると言われています。あとメールの2つですね、うまくメールのやり取りができないということが起こることもあるそうなんです。何か思い当たることはありませんでしょうか。で、この水星逆行の期間というのは、こういうコミュニケーションのトラブルが起こりやすい時期、そして交通や通信のトラブルが起こりやすい時期ということで、大きな決断をしたりとか大きな旅行に行ったりということはできるだけしない方がいい、慎重に取り決めをする方がいいというふうに言われています。でトラブルが起こりやすい時期にわざわざ大きなことをする必要はないよということなんですが、だからといって何かそのね水星逆行の影響力に振り回される必要なんか全然ないと思うので、むしろそのコミュニケーションや機器のトラブルがある時を逆手にとってうまく利用するという方法があると思います。例えばね、これまでずっとやりたかったと思ってるけれども動けなかったことにえいっと思い切って挑戦してみるとか、そういえばずっと忘れてて置きっぱなしにしていた自分の計画とか、思いにチャレンジしてみるということで、自分のね中で調整をする期間にしてみられるのは良いと思います。人とのコミュニケーションにトラブルが起こるんだったら、じゃあ自分とコミュニケーションを取ればいいということですね。ですので、内観、自分のことをしっかり見つめ直す期間としてもとてもいい期間でありますので、自己分析をするとか、何かね悩んでいることをしっかりと向き合ってみるっていうのにもちょうどいい期間になるかと思います。どうしても外へ向かっている人との関わり、通信との関わりというものにトラブルが起こる状況下で、そこに無理に打って出なくても、逆に自分自身としっかり対話するという、過ごし方ができるチャンスだと受け止めることができると思いますので、そういう過ごし方をねちょっと意識して、これから先まだ6月23日まで間がありますので、トライしてみられてはいかがでしょうか。
そしてこの先ですね、今年2021年で言いますと、次の水星逆行は9月27日から10月19日までというふうになっておりますので、その期間に向けてまた少し心づもりをしておかれて、次の水星逆行期間が来た時に自己対話ができるような準備をしておかれるのも良いかと思います。星がね、全てじゃないと思うんです、星の動きが。だけどこんな大きな天体がね動いていく、そのエネルギーですから、こんなちっぽけな私たち人間がね影響を全く受けないはずはないと思うんですよ。大きなエネルギーに巻き込まれる必要はないんですけれども、まあ、何かね最近ちょっとトラブルが多いなって思った時に、あ、水星逆行のせいねって思えば少し気持ちが楽になる場合もありますし、あ、今の時期はちょっとおとなしくしてようかなって言って、次のステップに進むための間合いを取るきっかけにしてもらうこともできると思います。で、天体のエネルギーも自分の味方につけて、それでこそ私たちは自然の一部であり宇宙の一部であるっていうことが実感できるような生活の仕方を心がけてみられるのはいかがでしょうか。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録、高評価ボタンの方お願いします。またコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。